秘密のアッコちゃん。秘密のアッコちゃんは赤塚不二夫による日本の少女漫画である。1960年代から2010年代に至るまでたびたびテレビアニメ化され人気を呼んだ。また、テレビドラマ、実写映画も制作されている。何でも望むものに変身できる魔法のコンパクトを鏡のせいからもらった少女アッコちゃんがコンパクトの力を使って変身して、 人助けをするコメディ。女の子が憧れの職業に変身するという変身願望を満たす要素は後の魔法少女もののスタンダードとなり大きな影響を残した。同時にごく普通の人間の少女が異世界の存在から魔法の力を与えられ変身能力を得るという後のピエロ魔法少女シリーズに連なる設定の元祖的作品ともなった。大半が 原作第一期のリメイクが多く、新作は第一話、最終回などごく一部の回のみである。そのため、完全版ではオリジナルの物語のみ収録された。ピッカピカコミックスはこちらのバージョンを収録している。現在確認できる最古の単行本である。アニメ化前に発売されており、連載時に近い状態で収録されている。 アニメ放送中に刊行されたものであり、第1話に関しては、大幅な過筆修正が施されている。基本は、第2期の作品を中心に収録しているものの、開口版が、掲載前だった、アッコとモコのボーイフレンなどは、オリジナル版が収録されている。一番普及したバージョンである。大幅な過筆修正が施されており、これを定本とする見方がある。 第2期終了後に刊行されたため、第1期の作品のうち、第2期の際に開行されたものは、第2期のものを用している。第1期の作品も数多く収録されている。戦術の明けぼの版を全3巻にまとめたものである。2度目のアニメ化に際して、仲良しで連載されていたものを収録。戦術の禁断者版を復刻したものだが、画質が荒いのが特徴。 三度目のアニメ化を記念して発売された文庫版だが続刊はされなかった。ちなみに一巻の内容は常日の明けぼの版の一巻と二巻の前半をまとめたものであった。常日の明けぼの版を底本にした五巻に未収録作品を収録した別巻、戦術の仲良し版を底本にした二巻が収録されている。第二期の作品を収録したもので。 第2期の第1話が初収録となった。赤塚藤代名作戦として刊行された文庫版。解説は赤塚智子。第1期の作品群をオリジナルバージョンでの収録を売りにしてはいるが、定本にしているのが、掲載誌のリボンなどではなく禁断者版など、アニメ化以前に刊行された単行本を定本にしているももあり、厳密に言えばオリジナル版ではない。その一方で、 第2巻のメリーちゃん騒動と嫌みな盆奏をやっつけろ。第3巻の秘密のカン吉くんといった初端行本化作品もあり、その作品はリボン発表と同じ形式で掲載。いいや見なから、と、カン吉くんには、当時の検証、読者からの似顔絵、お頼り占い1964年、東京オリンピック情報、カン吉くんのみ、当時同オリンピックが開催中も掲載されている。 断り書きや処理はされてない。後に、後述の実写化を記念して、カラーページなどを配した連価版が発売された。前述の川出処防新社版を底本にしているが、川出処防新社版では、禁断社版を底本にしていたものは、オリジナル版に差し替えるなど、オリジナルに近い状態になった。第1作、第2作、第3作と、 時代背景に合わせてキャラクターの設定が大幅に変更されている。アッコの場合、第一作では山の手育ちで泣き虫でセンチメンタルな部分が強調されていたが、第二作以降はおてんばな性格に変更されている。また、アッコの両親の職業はアニメ三作で全て異なり、アッコのパパは第一作では船長だったため、ほとんど作中に登場しなかったが、 第2作ではニュースキャスターに変更されて、ほぼ毎回通した。第3作では、カメラマンの設定。ママは、第1作では、専業主婦。第2作では、イラストレーター。第3作では、総合芸術家。関博美プロデューサーによれば、これらには、この当時の、子供の目から見た憧れの職業という共通点があるという、顔つきや性格なども統一されていないが、 シリーズを通して、おしどり夫婦なのは共通。アッコの本名は、原作とアニメ三作、すべて微妙に異なる。主人公、アッコが、変身時と元に戻る時に使う呪文の言葉は、第一話の脚本を担当した、雪室俊一が考案した。子供たちが親しんでくれる呪文について、適当な言葉が思いつかなかったため、とりあえず、テクマクマヤコンテクマクマヤコンになれ。 テクニカルマジックマイコンパクトの略、元に戻るときは、ラミパスラミパスルルルスーパーミラーの逆さ読みとして置いたものがそのまま採用された。雪室は後で修正するのだろうと思っていたが、そのまま放送されたのを見て驚いたという。1969年1月6日から1970年10月26日まで、全94話がネット系列で、 月曜19時19時30分に放送された、魔法使いサリーに続く、東映動画制作、東映魔女っ子シリーズの一編で、第二作にあたる。最高視聴率は27.8%、平均視聴率で19.8%を記録し、全番組、魔法使いサリー以上のヒット作となった。東映動画の池田博史によると、本作のコンパクトは商品化を狙ったもので、 これは売れるぞと考えながら作業をしていたそうである。東映動画の横山賢治も兄弟が商品化が困難なためにコンパクトに変更したように述べている。アッコは茶色の髪で服装は四季を通じて常時白い半袖ブラウスに赤い上着ットスカートを着用している。靴下は白いハイソックスである。魔法の呪文。 テクマクマヤコンやアッコの飼い猫、尻尾なの名は原作にはなく、脚本の雪室俊一がつけたもの。また、原作では、ダークスーツにサングラス、ソフトボーと、スパイのような出れ立ちの鏡の国のおじさんが登場するのに対して、本作では、女性の鏡の性が登場。これらの設定はその後のアニメのリメイクでも踏襲され、リメイクの際の事実上の原作となっている。 あとの2作品と比較して、以下のようにシリアスな展開が多いのが特徴である。前作、魔法使いサリー最終回、1968年12月30日放送、の後で放送された、アッコ予告編は、放棄で空飛ぶサリーが、お別れのご挨拶を述べた後、鏡の中の空間へテレポートしたサリーが、すごく、チャーミングでおちゃめな女の子。その名は、アッコちゃん。 と言いながら、鏡の前のアッコを紹介するという演出だった。この予告編は、ビデオソフト版、サリー第31巻のラストや、DVD ボックス版、アッコシリーズの全巻購入特典 DVD に収録されている、いずれも、東映ビデオ制。さらに、決定。これが、日本のベスト100、テレビ朝日でも、二大少女、夢の共演というサブタイトルで放送された。 本作は好評で、その後何度も再放送された。1970年代は圧倒的にテレビ朝日だったが、1980年代は日本テレビとテレビ東京で放送。さらに1990年代は NHK 衛星第2の衛星アニメ劇場で放送。番組ではアッコの似顔絵を公募していた。しかしあまりの再放送の大さゆえに中期以後の、 エンディングフィルムが欠落してしまい、第34.35話のエンディングに統一されるようになって知った。オープニングテーマ、秘密のアッコちゃんはその後の第2作、第3作でもアレンジ版が採用されている。また、この曲は、赤塚藤岡江館が近隣にある JR 東日本大目線大梅駅の発車メロディにも用されている。エンディングテーマ、スキスキソングは、 そのコミカルな曲調から、現在でも、日本の高校野球を、はじめ、J リーグのジェフユナイテッド市原、千葉、片腕富山、FC 岐阜及び、JFL のホンダ FC、奈良クラブの応援歌としてよく使われている。また、2006年9月から、サントリーのカロリー。CM でこの曲を、スイング調にアレンジしたバージョンが、断続的に使用されている。なお、 スキスキソングというタイトルは日本コロンビアから発売されたレコードに収録された時に付けられたタイトルで朝日そのライマ版ではアッコちゃんスキスキスキというタイトルだった第二作では第一作と同じく水森アドによるアレンジ版が挿入歌として採用され劇中で使用されている1990年代にはシャランキューがサビのメロディをそっくり流用したパロディソング ラーメン大好き小池さんの歌を出した。いずれもビデオリサーチ調べ、関東地区。アニメ第1作は5回公開されており、これは、狼少年剣の延べ9回、限定公開を含むに次ぐ記録にして、東映漫画、祭りで、最多記録である。涙の回転レシーブの公開の同時期、東方チャンピオン祭りの一本として、アタックナンバー1涙の回転レシーブ。 ブローアップ層周辺なる作品が公開されるため、どちらが初出かと東映と東方で一問弱したことがあった。結果は、秘密のアッコちゃんの方が先であること、アタックナンバー1の方には該当する TV サブタイトルがないことから、軍配は秘密のアッコちゃんに挙げられた。1作目と2作目が2011年5月21日発売の赤塚藤尾 DVD コレクションに収録された。 また二千十二年八月十日発売の DVD、復刻。東映漫画祭り1969春に1作目。同年九月二十一日発売の DVD、復刻。東映漫画祭り九百七十夏に四作目が、それぞれ収録された。九百八十八年十月九日から九百八十九年十二月二十四日に、渡り、全六十一話が、 富士テレビ系列で日曜18時18時30分に放送された東映動画制作。当時の講談社は小学館がフィーチャーしていた藤子藤士雄に対抗し赤塚藤士雄をイメージリーダーとして打ち出そうとする戦略があり、この戦略に富士テレビと読売広告社が参加した。三社が提携した赤塚原作のアニメ第一弾、おそ松くんに次ぐ二弾だった。 東映動画の関博美は魔法使いサリーのファンであり、サリーの後番組である旧作のアッコちゃんが気に入らなかった。そこで横山健二に相談したところ、昔のアッコちゃんの嫌だったところは変えてしまっていいと言われた。そこで彼女は旧作のアッコちゃんは優等生でメソメソしたところが気に入らなかったので、ドジな明るい子に変更した。柴田博己によると本作は、 旧作と同じくシリアスなドラマ性のあるものにする予定だったそうである。しかしフジテレビと読売広告者が明るい作風を要求。最終的には両者を接中した作品になった。さらに当時の現代的要素が取り入れられ、コメディを得意とする脚本家、浦沢義雄の参加を得て、ギャグ色が強いものとなった。アッコのパパは企画段階ではパイロットだったのが、 ニュースキャスターに変更。これは当時、ニュースステーションや TBS のドラマ、パパはニュースキャスターなどにより、ニュースキャスターが人気の職業になっていたためで、毎回次回予告も、アッコがニュースキャスターに奮して、次回のストーリーを読み上げるという形をとった。アッコのママは、童話作家という設定で、第一作のアッコと同じ声優の大田敏子が演じた。なお、 当初は太田がそのまま、アッコ役を演じる予定だったが、ホリエに主題歌と主役の声の2役をさせたいという意向が、働き、アッコの声をホリエが担当することになった。一作目には存在しなかった、鏡の聖の少年、キーオというキャラが、転校生という設定で登場し、ィザな振る舞いから、アッコや仲間たちと、しばしば衝突する。また、時折チャ茶チャを入れる形で、 赤塚不二雄がデザインを描き下ろした変なおじさんが登場する。1988年10月下旬、宝、現、宝とミーが、アッコが劇中で使うコンパクトを玩具にしたテクマクマエアコンコンパクトを発売し、大ヒットした。1989年1月上旬までに20万個を出荷した。この商品は発売直後から爆発的な売れ行きを見せ、 店頭に並べられた直後に即売切れという状態が続いた。そのため、1988年11月下旬からテレビコマーシャルの放送が一旦打ち切られた。1989年10月には2代目のコンパクトが使われ、その玩具が売り出された2ヶ月後に打ち切られている。初代のコンパクトは丸型で、2代目のコンパクトは角型である。類型では、 初代コンパクトのガングは150万個、二代目コンパクトのガングは80万個を売り上げた。アッコの服装は白いブラウスの上に赤い上着、および黄色いスカートを着用している。髪は紫色である。室内と外出時を問わず裸足で、裸足のままピンクのスニーカーと上履きを履く姿は男のに負けない元気の良さをアピールしていた。本作は 視聴率上でもまーちゃん大ジング場でも成功を収めた。この影響で同じフジテレビ読売広告社が手掛ける東映不思議コメディシリーズも魔法少女路線に変更することになった。元ンゴマノに役を演じていたスカセ・塚瀬子が直腸ガンを患い入院を余儀なくされたため途中、降板した。その後、放送期間中の1 9 8九年五月十五日に 正居。これにより、ガンモ役は、三田祐子が、ゴマ役は、佐藤知恵が途中で引き継いだ。オープニングアニメーションは、キャラクターデザインの剣、森義則が、作画監督を務め、原画を、マッドハウスが担当。そのほとんどは、進化は信正の手によるもので、手伝いとして、竹井正樹が参加した。演出は、柴田博樹。有名な洋画のパロディを集めた。 エンディングアニメーションもほぼ同じスタッフだが、DVD ボックスのブックレットにて、ケンモリがエンディングチェックのみと語っている。柴田によると、ET のパロディーシーンが、マッドハウスの高い技術力のため、そっくりになってしまい、著作権に触れる危険があったので、慌てて変更してもらったという。放送日時は1989年9月中旬から10月上旬時点。 テレビ岩手については、本放送終了後に放送された、日時、放送系列は放送当時のものとする。いずれもビデオリサーチ調べ、関東地区。いずれも、東映漫画、祭りで公開。カラー、ビスタビジョン、25分。2作品とも2011年5月21日発売の、赤塚藤尾 DVD コレクションにおいて、初 DVD 化となる。 1998年4月5日から1999年2月28日まで全44話がフジテレビ系列で日曜くじくじ30分に放送された。東映動画、東映アニメーション制作。今作でのアッコの両親は父親がカメラマン、母親が芸術家と設定されている。アッコの髪の毛は第一作にほぼ近いが、 服装や明るく活発で友人思いな性格は第二作のものを受け継いでいる。また、美少女ヒロインの定義の変化によって、アッコをはじめ一部のキャラクターは、頭身が上がっている、瞳が大きくなっているなど、原作のタッチからは、さらに大幅なリデザインが施されている。2> 第二作でアッコを演じた、堀江光子が、鏡の女を役として出演した。また、第作でを演じ、 第二作でアッコの母親を演じた大田敏子はラスト近くでアッコに助けられる老婆の役でゲスト出演した。しかし、モコの母役の山本恵子と大将の父役の松尾銀さんが二作目からの続投となっている。全番組として放送されていたゲゲゲの鬼太郎の第64話で本編がデジタル化され大幅なコストダウンと省力化に成功したことから本作は 放送枠初の全2作に比べ視聴率やバンダイなどから発売された関連グッズの売り上げが不振だったため1年弱で打ち切りとなり次番組デジモンアドベンチャーは本来の改変時期より1ヶ月前倒しの19993月の中途半端な時期にスタートとなっているまた第3作では全2作のような 劇場版は制作されていない,い。いずれもビデオリサーチ調べ、関東地区、VHS は、東映ビデオより、1999年8月6日から2000年6月9日に、かけて発売された。スッキリ、映画秘密のアッコちゃんテクマクマヤコンテクマクマヤコン、素敵の OL になあれ、は、実写映画公開を記念し、 2012年8月20日から31日まで、日本テレビ系列の情報版、スッキリ。ない、10時20分頃で放送された約1分間の、フラッシュアニメ、全10話。副題は、伊豆の踊り子物語。1987年2月9日、フジテレビ系の月曜ドラマランド枠で放送。主人公、アッコの父親は、中華料理店の店長であり、語尾に、 あるの口癖を持つ。映画秘密のアッコちゃん。映画秘密のアッコちゃんのタイトルで、誕生50周年記念の2012年に、綾瀬遥香主演で実写映画化された。公開は2012年9月1日。3月16日に予告編特報が公開された。監督は河村大輔。配給は松竹。ストーリーは映画のために作られた完全オリジナルであり。 物語は一般企業、化粧品会社を舞台として展開されるアッコの基本設定自体は検索に準拠しており、その正体は小学生。SK2 カラーとのコラボレーションとして数量限定でコンパクトミラーが発売、実写映画公開を記念し2012年8月27日深夜、日付は8月28日に深夜映画番組映画天国で 実写版映画公開期アニメ版、秘密のアッコちゃん祭りと題し、テレビアニメ全3作から、第1作、夕日に届け天使の願い、第44話、第2作、鏡の国のプレゼント第1話、第3作、近子の噂でワニワニ第14話が再放送された。また、チャオ2012年9月号では、ヒメギャルパラダイスとのコラボレーション漫画、ヒメギャルアッコちゃん。 が掲載。ビッグコミックスピリッツとのコラボレーションとして8月27日発売後で劇中を反映した表紙デザインとなった。全国217スクリーンで公開され、2012年9月1、2日の初日2日間で、公衆1億4、176万4、800円、動員12万8773人になり、映画観客動員ランキング、 工業通信社調べで初登場第5位となった。2014年10月17日には本作の企画と制作幹事を担当した日本テレビの金曜ロードショーで地上波で初放送された解説放送、文字多重放送、データ放送。2017年1月2日、日付では1月3日には日本テレビの映画天国で2度目の放送となった。 パパが買ってきてくれて、ずっとお気に入りだったコンパクトの鏡を落として割ってしまった、小学五年生、十歳の鏡アッコ。割れた鏡を庭に埋め、鏡のお墓を作った。その日の夜、鏡の精を名乗る男が現れ、アッコにとあるものを渡す。それは、なりたいものになれる魔法のコンパクトで、アッコは大人に変身。だが、この秘密を誰かに知られたら、 二度と魔法は使えないという。外見だけが二十二歳の姿になったアッコは、ある日、化粧品会社のエリート社員、早瀬直人にスカウトされアルバイトをすることになった。しかし、子供のアッコには、大人の社会がわからず、働いた経験はもちろんなく、仕事も失敗続き、直人だけは、アッコの驚くようなアイデアを面白がり味方をする。そんな中、会社に、 世の中を騒がす乗っ取り事件が発生。なおとにもピンチが訪れる。ウェブコミック版、秘密のアッコちゃんミュウ、ミュウ、天才バカボン、おそ松さんに続く、赤塚藤尾生館80周年記念作品として2016年10月21日より、法務者が運営するウェブコミックサイト、スピネルにて連載中。シナリオは、伊沢博士、作画は、上北双子が担当。 本作では、アッコとモコ、近しは美が、岡中学校に通う中学1年生として描かれており、新キャラクターとして、コンパクトの中に住む妖精、チャミラが登場する。それ以外は、アニメ第2作目に準拠。そのため、キーは、鏡の国の王子、姿姿勢として登場している。また、コンパクトは変身できるだけでなく、連載時の世相を反映して、 スマートフォンのようなアプリノが搭載されており、変身した姿に応じてその能力をアプリとしてダウンロードし使うことができる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。